記録をしても消えますか。今週も始まりました。キモいとおもろいの二重螺旋構造、エアプで押してもいいですかへようこそ。この番組は、平成初期に生まれたアラサー男性二人が、日常で巻き起こった些細なことを、ちょっとした小ネタを挟みながら、面白おかしく軽快にトークしていく雑談系ポッドキャスト番組です。9月20日は、雑談系ポッドキャストの日、チャーです。そして、おい。はい、もう終わった。終わったの。その9月20日じゃないのよ。今日はもうすでに終わった。終わってますから。ああマジか。時空がちょっと変なことになってるっすね。ああごめんなさい、僕が間違ってるかもしれないです。あ、そうですね、今9月20日の76時ぐらいですからね。いやー、間違えた。いや、今日9月22日ですよ。おい。せっかく救ってやったのにさ。はい。そういうとこ良くないよ。お祭り気分が抜けないんですよ、まだね。はい。お祭り気分の抜けてない、チャーと、私、雄一郎がお送りする、バラエティ番組、エアオシスタートです。はい。ちなみにでは、チャーさん、今日はどんな回なんですか？はい。今日はですね、ちょっと諸事情によりですね、通常回をちょっと一周ずらすことになりましたので、今日は、特別回、何も考えてないエア押し。何も考えてないエア押しよ。はい。ちょっと。あのさ、はい、普段考えてるって思ってる？普段もちろんですよ。あのさ、他のポッドキャスターに申し訳ない。考えてるなんて普段から言ってたら。考えてないの俺たち。あれですよね、雑談系ポッドキャストの日に、あの、ノー台本、はい、一発撮りみたいな、ノー台本ノープラン一発撮りって書いてましたけど、はい、ほぼ毎日そうですからね。僕はちゃんと自分が喋ることはまとめてますよ。はいはい。チャーさんはもう脳台本で挑んでますからね。そう、僕はあの伝えたいことで箇条書きにして置いてあるだけなんで。いや、それはね、本当にすごいなって思いますね。ああ、そうなんですよ。すごいんですよ。いや、もうその話はもういいからさ、はい、今日の話続けて。はい、というわけで、今日はですね、エア押しだけ2週連続、雑談系ポッドキャストの日みたいな感じのね、雑談形式でお送りをしていこうかなと思ってるんですけども、はい、はい、まあね、雑談だらだらしてても仕方がないので、ここは一つね、お便りをちょっと読んでいこうかなと思いますが、いかがですか。はい、いかがですか。ここでダメって言ったら何すんの。ダメって言ったらまたもしかしたら寿司屋の話になるかもしれないですね。もういいって、イマジナリー寿司屋吉村の寿司ね。はい、そう、あれね、ちょっと収録に載せられへんかったけど、吉村の死が村を、あれよね、もう救ってる形やもん。そうそう。それぐらい死が大きいのよね。そうなんですよ。いいから。はい、お便りちょっと読んでいきましょうよ。はい。実はちょっといっぱいもらってるんですけども。はい。まあ、ちょっとお一方ですね、かなり熱狂的な信者の方がいらっしゃるんですよ。もう誰とは言わないですけども。はい、エア押しにすごくたくさんね、お便り送ってくれてる、そうですね、もう熱心なリスナーさんがいらっしゃいますからね。今多分これ聞きながら、あ、やっと呼んでくれると思ってるかもしれないですけども、はい、あなたのだけはちょっと特別会立てるんで、もうちょっと待っててください。かわいそう。はい、というわけで本日お便りいただいているのは、ラジオネームバラコ様、ありがとうございます。ありがとうございます。ポッドキャスト番組バラ色つれづれライフのパーソナリティバラコさんでございますね、はい、バラコ様からいただいたのが、うちの推しを聞いてくれなんですよ。おお、
待ってました。はい、これいつもらったかだけいいですか、言っても。はい、これちょっと一個もう一個別の項目にもこう文章書いてくれてるんですけど、はい、その内容だけ読みますね。はい、ちょっと待って、これは全く想定外だったのでよく考えてからまた投稿します。まだ7月だよ、計画の鬼か、褒めてるって書いてくれてるのが一個ありますね。計画の鬼、そこじゃない、そこじゃない、7月、7月ってまだ7月だよっていう文章が入ってますね。ハロウィンの話、何がですか。なんかハロウィンの話でもするんですか。いや、ハロウィンでは募集はしてないですけども。あー、節分、ちょっと早いな。あー、春のパン祭り。あー、どん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 時が加速していってる気がするんですプッチ神父か何かですかいやー、この話は全部ですね、ワルプルギスの夜について語りたいのね、話を全部出していったんですけどね。そうですね、拾ってくれなかったんで、はい、まあだいたい差しはつくんで、もう次早く読んでください。はい、じゃあバラコ様のうちの推しを聞いてくれです。はい、チャーさん、ユーチローさん、ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。このコーナーにはふさわしくないかもしれませんが、推しという対象というか、私の好きな概念、アーティストの話をさせてください。私はちょっと変わった歌が好きなんです。それも普段は普通に活動しているアーティストのアルバムの数曲目やボーナストラックに突然現れるどうしたというタイプの。はいはいはい。具体例を何件か挙げますと、まずシンガーソングライター森山直太朗のアルバム自由の限界の2曲目、どこもかしこも駐車場という曲ですね。そんなことないよ。そんなどこもかしこも駐車場なことはないよ。これがタイトルですよ。うん、はい。失恋ソングかなと思って聞いていると、ほぼどこもかしこも駐車場しか言ってません。尖ってんね。尖ってるね。森山直太朗は桜などの眩しく輝くメジャーな曲に、彼の生い立ちやシュッとした親しみやすい外装なども相まって、一般受けする王道アーティストかと思われがちですが、まあ十分王道なんですけれど、私的には面白シンガーソングライターです、はい、彼の曲ですと面白系なんですね。そうです、彼の曲ですと他にもレアトラックスボリューム1に収録されているうんこも必聴です。ちょっと読み上げさせないでよ、そんなタイトル。あ、俺でもね、うんこって曲あるの知ってたんですよ。ああ、そうなんですね。そう、うんこっていう曲あるの知ってたんですけど、改めてこう文章で見るとおもろいですね。ド直球ですね。はい、この曲1分22秒という短い曲の中で、壮大すぎるメロディーにせやなという感想しか出てこない歌詞らしいです。はいはいはい。あ、いやありますよね、そういう普通にアルバム聴いてるだけやのに一曲もうネタを仕込んでくるタイプのアーティストさんね。そうですね、まあ森山直太朗は確かに面白おかしいシンガーソングライターなんで、まあでも僕うんこしか知らなかったんで、はい、これどこもかしこも駐車場はもうこれ必聴ですね。いや本当ですね。ね、僕が知ってるやつで言えばですけど、あのビーズ、はい、ビーズのセブンスブルースっていうアルバムですね、はいはい、儲かりまっかっていう曲があるんですねはい、はい、これがですね、もうマジでねネタ曲になってて、なんかまあ、この時のプロデューサーさんが明石正夫さんっていう方だったんですけど、はい、もう歌詞の中で正夫が借金踏み倒してとんずらこいてもうたらしいわっていう歌詞があったり、田中藩かっこ亀は飯の食いすぎで腹を壊してホスピタルっていう歌詞があったり
もうマジでねこれはネタ曲なんですよ。はい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 。チャーさんなんかそういうこうここでこれ放り込んでくるみたいな曲あります？うん、パッと出てくるのウーバーワールドしかないんですよね。ウーバーはなんか曲なんかアルバムで通して一個放り込むんじゃなくてなんか曲の合間合間に放り込んでくるからさ。いやいや、ウーバーはウーバーは多分全部真面目に作ってるんですよ、はい、ほう、真面目に作ってるのにリスナー側がこいつらふざけてるなって思うような曲を作るからあいつらすごいんだ。確かに本人らは至って真面目にやってるけど、いや何も知らんで急に来られるとおいおいおいそれはちょっとちゃうよねっていう歌詞が多いですよね。そう、まさかさ、まさかよ、狼少年をさあんな自己解釈して、はい、これぞ完全犯罪っていうような曲作るって思わないじゃないですか。ちょっとどういう曲なんですかそれは。あ、これ勝者臆病者って歌なんですけど、あの狼が街にやってくるぞと、はい、うんうん、でも俺は嘘つきだって、だから俺の言うことをみんな信じないと、うんうん、だから狼が街にやってくるぞって言っても誰も信じないからもう、はい、みんな狼に食い殺されるぞと。ああなるほどなるほど。そう、でも俺は一応伝えたから、お前らが信じなかったからお前らが悪いんですよと、うんうんうん、でそのあの狼少年パートの最後のフレーズがこれぞ完全犯罪っていうワンフレーズです。意味が分からへんもん、繋がらへんもんそこに。それはあの狼が来ることを伝えてるけども、もう本当はもう狼に全員食い殺されてしまえと思ってやってる、うんうん、やってる。もうまあ一回ちょっと歌詞見てくださいもんこれも。じゃあゆうちゃん、あのごめん、このこれやってたらあの言っておきますけど、バラコ様のお便りで終わりますよ。確かにね。いやでもねこの話ね、あの話題としてすごくちょうどよくてさ、はい、例えばね、あのアルバムにはないんですけど、はい、ポルノグラフィティが結構やるなって思ってて、この手のやつ、はいはい、例えば、ハネウマライダーっていうシングルがあったんですけど、あカップリング曲2曲あって、はいはい、2曲目がジューンブライダー、3曲目が種馬ライダーなんですね、はい、でこの種馬ライダーって方がネタ曲で、はい、このシングル一番割り振ってんのはジューンブライダーって曲で、間の、はいはい、ジューンブライダーって曲は普通にジューンブライドのめちゃくちゃいい曲なんですよ、はい、普通にいい曲なのだけど、ハネウマライダーとタネウマライダーに語呂を合わせるためだけにジューンブライダーっていうよくわかんないタイトルにされてるんですね。まあ、まあ、撮るのも結構ね、そういうのやってますけど。ね、あと、ナナナサマーガールとかもね、シングルタイトルですけど。ゆうちょ、ゆうちょ、はいはいはい、はい。マジで、マジで、まだ半分いってないんですよ。あ、すいませんすいません、じゃあそれは失礼しました。ちょっとじゃあ別の方の次のお便りを教えてください。違う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 、え、バラコ様のお便りがまだ半分ありますよって言ってんの。まだうち押しがまだうち押しがまだ半分ありますよって言ってんの。あ、はい、あ、じゃあですね、では先生、それはちょっと僕が勘違いしてました。ここでお便り終わってるもんねと思ったんでめちゃくちゃ話広げちゃったんですけど。はいはい、じゃあちょっと続けてください。はい、じゃあ行きますよ。はい、次にビジュアル系ロックバンドペニシリンのアルバムライムライトに収録されている男のロマンという曲です、うん、何十年も外装が変わらない、むしろ若返っていると一部で不老説のあるボーカルハクエイの生めかしく怪しいボイスでクワガタの生息している木の説明やそのかっこよさについて歌っています。すごいな。どういうことねえ、どういうことしかないよねこれね。だから男のロマンはクワガタ虫なんですよ。男のロマン、男のロマンがクワガタ虫なんですよ。まあまあまあ、確かにね、確かにロマンよ。ビジュアル系のロックバンドやっててもやっぱりロマンは何かっていう
聞かれたらライブとか東京ドームとか、うんうん、埼玉スーパーアリーナとか、うん、そんなんじゃないです。クワガタムシなんですよ。小学生、小学生で精神が止まっておる。だから小学生がペニシリンのこの、男のロマンという曲を聴いたらクワガタムシをちゃんと捕まえられるんじゃないですか。うんうん、そうですね、はい、もうぜひ捕まえてほしいですけど、もうぜひ捕まえてほしいですけどってすごい投げやりなこと言ってた。まだまだあるんですよ他にも。はい、続けてください。同じくロックバンドプラスティックツリーのアルバムドナドナのボーナストラック、優しさクラブ、どこか懐かしい。野菜室？な、な、なんて？野菜室？優しす、いや、野菜室じゃない、優しさクラブ。優しさクラブ、はい、はい、どこか懐かしい伴奏に合わせてボーカル龍太郎が気だるげに歌ってる、ごめん、気だるげに合ってるんだか合ってないんだかわからない音程でお財布に優しさを届ける謎のシステムを歌っています。いい、すごく好きなタイプの曲。これ一番意味わかんないですね。いや、いいですね。優しさがお財布に届けてくれるんでしょう。そうですね。めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。いや、難しいなぁ。これはもうぜひね、聞いてみないとわかんないんでね。お財布に、何なんだお財布に優しさ届けるって。というか、もうアルバムタイトル、ドナドナの時点でちょっと狙ってる気しますけどね。まあ、まあ、まあ、ドナドナはね、僕、このアルバム自体は知ってるんですよ。まあ、お財布に優しさを届けるってことは多分小銭を拾ってきてくれるっていうことかなと思うんで、ハーベストかなと思ったんですけど、ハーベストだったらドラゴンアッシュですね。はい、以上です。続いていきます。よく来てくれた。ようこそ俺たちの船。来てくれ。聞かせたいものがある。俺たちが今まで集めた雑談だ。取引しよう。これをあんたらにやる。俺たちも手に入れ。あんたらというお宝。週末の全裸ディナー。毎週末に各種媒体で不定期配信中。取引だ。聞いて笑えりーな、ちょっと言いにくいんだけど、聞いて笑えりーな、本当は昭和生まれ。永遠の14歳、バラコがお送りする日常系お悩み相談レイディオ、バラ色つれづれライフ。Spotify と YouTube にて、だいたい各週金曜日、20時に配信中。お日様ぽかぽかラジオは毎回こんな感じ。マイクの不調にも負けず、心の風にも負けず、いつも気ままにあなたの心をぽかぽかにしたい。ロバート・ジンマーのお日様ぽかぽかラジオは絶賛不定期配信中。というわけで、バラコ様のおし、打ち押し、最後いきますね。普通に活動しているバンドがどうしたとなってしまう曲を出す最たるものとして、今と別のバンドをやり始めるというのがあると思うんですが、VK 界隈でも結構ありまして、はい、ナイトメアの弟分カッコという設定カッコ閉じの仙台貨物は、正統派ビジュアル系ナイトメアの方では絶対にできない、あらゆる側で、物議を醸し出すパンチの効いたコミカルな曲たちを聴かせてくれます。おお、仙台貨物はね、僕友達に布教されたことあるんで知ってるんですけど、ほう、はいはい、ナイトメアですよっていうのを後で聞いて、って言いましたけどね。あ、もうそんなに方向性違うんですね。違いますね。はい、まあ、ここまで書いて思ったんですけれど、これはギャップ萌えですかね。普段怖そうな上司がおばあちゃんの大きな荷物を持ってあげていた。不愛想なバイト先の後輩が、K
木に絡まった子供の風船を取ってあげていた。ツンツンしている先輩が野良猫と遊んでいるところを見てしまった。など、すべての道はギャップ萌えに通じるのでしょうか。私は常識や倫理観という基盤がしっかりしているのに意味のわからないことをし始めるじみた人が大好きです。まだまだご紹介したい概念アーティストはいるんですが、今回はこのあたりで失礼いたします。ありがとうございました。以上です。はい、バラコさんありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。ギャップ萌えに通じるんですね。いや、これは間違いなくギャップ萌えですよ。あー、いや、バラコさんにおすすめの曲のタイトルあるんですけど、いいですか？はい。ボアのギャップにやられたっていう曲があるんで、よかったら聴いてみてください。ド直球。もうそのままっすよね。いや、本当にね。でもギャップ萌え、いや、これはね、間違いなくギャップ萌えですよ。例えばですけど、さっき言った、ビーズの儲かりまっかって曲もそうですし、はい、まあ、僕らがね、今までやってきたラジオの中で言えば、銀河ワプミさんとかそのまんまじゃないですか。ああ、そうですね。黒木なぎささんのお友達ですね。はい。19番目の素粒子宇宙からやってきた、まあ、アイドルなんですけど、はい。やっぱ黒木なぎささんって結構重めの、曲が多いじゃないですか。はいはい。ね、雰囲気が、なんて言ったんやろうな。すごい難しいんですけど、こう、オーラがある、こう、どことなく影がある雰囲気じゃないですか、黒木渚さんって、はい。そうですね。それがですよ、もう同じお顔されてるんですけど、もうフリフリの衣装を着て、銀河ふみっていう名前でですね、ステージ立つんですから、もうこれは間違いなくギャップ萌え。バラコさんの仙台貨物とかにね、通じるんじゃないかなと僕は思います。はい、僕はちなみにそのギャップ萌えっていうよりはなんて言ったらいいんですかね、オルタみたいな感じが好きなんです。オルタネイトみたいな。フェイト的に言うとね、そう、オルタネイティブのね、何かっていうと、うん、バンド、例えばこう A のバンドがありますよと、うんうん、それがメインやけども、そのメンバーが、別のバンドの人らと組んでる別のバンドみたいなやつあるじゃないですか。ああ、はいはい、ありますね。だから僕が。初夏リンリンとかね。ん？初夏リンリンとかね。ああ、びっくりした。シンガーソンガーのこと言ってるんですか？シンガーソンガーのこと言いました。ああ、びっくりした。曲名言い出したからびっくりしたよ。初夏リンリンでちゃんとシンガーソンガーって出てくるのめちゃくちゃ偉いと思う。いや、例えば、はい、ストレイテナの、ベーシスト、ひなっちが、エルレのね、ウブカタさんとかと組んでる、ナッシングスカーブドインストーンとか、うん、あと、うんうんうん、リンとしてしぐれのベーシスト、ミオコさんが、誰だっけ、組んでる別バンド、ディークスリープシープとかね。うんうんうん。なんか、そういう、まあ、元のバンドがあって、その中のメンバーが、他のやばい奴らと違うバンド組んでてっていうバンドがすごい好きなんですよ。うん、ああ、チャーさんそういうのやっぱ強いですよね。バンド関係すごい知識豊富やなって思います。そうなんですよ。ね、女性アーティストばっかりじゃないっていうことをね、ちゃんと伝えたいんですけどね。いや、本当にね。一回ね、チャーさんに対抗できるぐらい、邦楽バンドにね、造形の深い方読んでね、ぜひ一回、戦ってほしいなと思いますけどね。ああ、そうですか。なんとなく。知識で殴り合ってほしい。なんとなく一人、ちょっと浮かんだんですけどね。おお、それはちょっとぜひ一回ね、なんか、見てみたいなと思います。はい。まあ、というわけで、時間が時間なので、バラコ様スペシャルみたいになってますけど、ゆうちろうさんから何かありますか？何かありますか？はい。今日は一応雑談会の予定なんで。はい。僕は結構ツイッターで感想を上げてくれてるのすごい嬉しくて。はいはいはい。エア押しのタグつけてもらってたら、もうみんな、僕はチェックしてます。はい。いや、一応僕もチェックしてますよ。おー、素晴らしい。はい、ありがとうございます。ね。最近のお気に入りはですね、はい、井上さんって方のね、フェデラーしか歌わない。めちゃくちゃ好きですね。
あれですね、あの、真珠の、耳飾りの少女の映画の回の感想リツイ、うんうん、リポストですね。そうですね。フェルメールって言葉が出てこなかった時にね、僕が、であのヒントで、フェイから始まるよって言った時にね、チャーさんが何も出てこなかったやつです。ああ。ねえ、もうそら、フェイってね、その絵描く人って言ったら、あの、最終定理の人ですよね。それはフェルマーですね。あ、これフェルマーですか。あ、それはフェルマーさんですよ。あ、じゃああれですかね、西武で野球やってた人ですかね。それはフェルナンデスですね。これフェルナンデスですかね。はい、そうですね。あれですかね、あの、日常っていうアニメのドジっ子ですかね。フェッちゃんですね。あ、これフェッちゃん。ああ、これフェッちゃんか。フェッちゃん。ああ。いや、違うんですよ。違う。はいはいはい、F1 レーサーですよ。それは、フェラーリ。フェラーリじゃないな。ああ、ごめんなさい。フェラーリで、そういう返しがあったか。先生、フェルナンド・アロンソって出てくるかなと思うんですけど。わかんねえよ。わかんない、わかんない。あとはね、中国のね、あの歌姫さんですよ。中国の歌姫？はい。誰？あ、香港ですけどね。フェイウォンさんとかね、有名ですけどね。アグネスちゃんしか知らないですからね。なんかさ、ほんまにお互い知識かぶらんよね。そうですね。かぶらないですね。はい。もう一個ぐらいない？なんかその。X の良かったなっていう、なんかこれ好きみたいな。ああ。これ好きですか？はい。X で。そういう意味で言ったらですね、先生、またバラコさんの話になっちゃうんですけど、はいはい、ベイビーワルキューレっていう話、ドラマの話を、チャーさんがしてくれた回の感想で、はいはいはい、チャーさんの推しポイントが、アクションじゃなくて、ほにゃららっていうシーン、が好きだ、推しポイントだっていう話がもう本当に最高ですよっていうところをね、褒めてくださっているっていうのと、はいはい。あと僕の発言なんですけど、ナンバーの裏でさ、ビラ配ってる女の子がさ、実は夜は殺し屋やってんだよ、最高だよってロマン語ってるところが良かったですって言ってくれてます。ああ、いいですね。ありがとうございます。はい。ロマンを語っていきたい。もうずっとロマンを語っていきたい。そういう番組でございますから。はい。では、ここで一曲をお聴きください。ペニシリンの男のロマン。というわけで、今回は、雑談会でお送りしますって言ったんですけど、まあ、そうですね、今回のタイトル、EX98 か9ですね、うん、そうですね、ね、EX8 か9で、バラコスペシャルにちょこっと井上を添えてにしましょうか。はい、じゃあタイトルはそれにしましょう。はい、まあこのようにですね、打ち押しとか送っていただけると、こうやって、送った本人が忘れかけた頃に取り上げさせてもらうこともあるのが絵押しラジオとなっております。はい、ちょっとね、はい、なかなかね、コメントというか、お便り読むことができなくて申し訳ないんですが、まあ、気長に待っていただきますとね、必ず読み上げますので、どんどん送ってほしいなと思っております。はい、というわけでここでちょっとお知らせなんですけれども、はい、今日お便りを読ませていただいた、バラコ様なんですけれども、近日中にエアオシに出演していただくことが決定しております。はい、いいよ。というわけで、ありがとうございます。はい。というわけで、バラコ様がいらしてくれる回、ぜひお楽しみにお待ちいただけたらと思うのと、はい。詳細はまた後日発表させてもらうんですけども、エアオシの、我々チャート裕次郎がなんと。モンスター番組にゲスト出演が決定しております。はい、我々と全然経路が違うタイプの、ポッドキャスト番組に、出演させていただきます。はい、もう再生回数がえぐい番組に、出演させていただくことが決まっておりますので、そちらも、後日発表しますので、聞いていただけたらなと思います。
はい、あの楽しみにお待ちください。はい、エアオシではですね、リスナーさんからのお便りも引き続きお待ちしております。番組の概要欄もしくは、X の公式アカウントのプロフィール欄のリットリンクにアクセスいただいて、メールボックスから、皆さんの声を お寄せください。感想、リクエスト、パーソナリティ、一言や、今日のバラコ様のお便りで読ませていただいたうちの推しを聞いてくれて、皆さんの推しをチャート雄一郎にドーンと押し付けてください。そして、矢押し試みの地平線では皆さんからの お悩みを募集しております。皆さんからのお悩みをハードボイルドに解決し、最終的にソープへ行くべきか否かアドバイスをするという画期的なコーナーとなっておりますので、よろしくお願いします。そして、来月の、2週目ぐらいに収録予定なんですけれども、エオシパーソナリティ雄一郎の、生誕祭をやりますので、はい、ありがとうございます。まだ雄一郎くんへお誕生日おめでとうメールを送っていないそこのあなた、メールボックスから雄一郎へのお祝いの言葉を送ってください。別に、はい、まあ、送ってもらえると嬉しいですけど、別に送らなくても大丈夫です。別に祝う気持ちがなかったら悪口を送ってもいいです。あ、もう全然、あのむしろちゃんとね、自分があんまりいい人じゃないってこと分かってるんで、もうそこダメだよってダメ出しは結構受け付けてます。逆に雄一郎の、彼女になりたいという女性の方も、募集中です。それは募集してないんで大丈夫です。条件はピアスの穴が開いていないことです。やめとけ。おい、もうこれ一生いじっていくつもりやな、おい、お前。そうですね。というわけで、ここまでのお相手は、バラコ様がいらした際に、どでかい企画を掘り込もうと企んでるチャート。はい、企画を立てるのは嬉しいですが、サプライズは本当に良くないと思うよ、雄一郎でした。はい、では来週もぜひ聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。よければ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。更新情報は X、旧 Twitter にて発信しています。ハッシュタグエアオシで検索してみてください。アカウントのフォローもよろしくお願いします。それでは今回はこちらの曲でお別れです。佐藤明日香さんで秘密の夢。